結界が残り2つ探し出します。もうここがどこなのかがわからない。すでに、まあ、左、まあまあまだ見つからんでしょう。まあ、右は見てもしょうがねえか。そのうちこいつ一斉攻撃で倒せるようになっちゃうんじゃねえの、一発で。あー、かわされた。ついにかわされた。さすがこいつケンプは、こいつ一番強い。この荒れ地の中で一番強いケンプは。やりやがったなこいつ、やったなこいつ。よし、おお、ギガマルク。おい魔法系はちょっと弱いのかな、やっぱり耐久力が。で、土台グループなあ。メガファン覚えて、あ、そうだ、魔法覚えて、メガファンか。いや、攻撃力強いねこいつら。言って、それともなんか固定ダメージとかなのかな。まあ、確かになんか終盤あんまり防具とか武器買ってないからね、ないっていうのもあるけど。あったー、ラッキー。これで残り一つだな。まあどうせ敵がいるんでしょう。アルガスシャドウ。目の前で回復。シャドウもびっくりしてるだろうね。影、下に地面にいるシャドウ。こいつは回復してやがる。おお、アレックスシャドウか。あ、もう余裕だわ。なんだったらアルガスシャドウの方が強いと思う。かわす。こうドゥ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 の曲じゃなくていいんだよ。混乱とかやってこなければもう余裕なんですよ。よっしゃー、オッケー。まあ接待戦闘ですかねこれは。ユニコーンの剣、これはアレックスでしょう。あー、でも吸血装備してんのか。装備できねえし。ユニコーン、ゼータか。よし、下がるなアムロいける、いけない。いや、じゃあいいや。いや、でもアレックスの手前装備しないと気まずい。お、装備しないのかみたいな。大丈夫っす。とりあえず今大丈夫っす。謎の大丈夫。大丈夫って言われたらね、へこむよね。あんま言われないけど、大丈夫ってことはそういうことです。まあこのだだっ広い荒れ地ですけれども、まあ茨の道じゃないだけマシですよ。人生に例えましたけども、これ茨だったらマジ最悪ですからね。これ、あ、これもう見渡す限り平面ですからね。だから本当はガンダム目線だったら
超余裕なわけですよね。超余裕で見つけられるはずなんですよ。我々はさ、ゲームしてる我々はもうここしか見れない、フィールドのね一面しか見れないけど、横からですよ、リアルに見たら、あー、あの遠いところになんか一つポチッ落ちてるなーみたいなね。ちょっと目悪いと見えないですけど、まあわかるからね。まあ言って私は目悪いんですけどね、説得力ゼロ、あのもう視力はまあ低いっすね。普段はコンタクトかメガネ、多分右が 0.23 ぐらいで裸眼で、左が 0.1 切ってる感じでしょうか。もともとね目は悪くなかったんですけど、小学生後半から落ち出しましたね。まあ多分遺伝的なことが大きいのかなって。まあ遺伝と生活習慣、生活ですかね。まあ当たり前でだけどね。まあ当時はゲームやってましたし、ああ、だこいつらが出るところあたりなのかな、戦うとしたら。ああ、違う違う、あの探すとしたら、わ、連続攻撃の時も吸い取られるんだ。あくまで一旦じゃなくて、あくまで、あ、お前2回攻撃したね、じゃあ2回分手数料いただきますよっていう。悪魔の剣怖いな、悪魔の剣怖すぎるだろ。ちゃんと見てる悪魔が。なんかもう余裕じゃない、この感じからするとボス余裕でしょう。また魔法一つ覚えた、そろそろリバイブ覚えるだろう。賢者並みに最後覚えてるけど、ライブが来た、ライブが復活か。まだ魔法覚えんだお前、伸びしろすごいな。この終盤に来てまだ覚えますよ。まだ2つ残してますから。2つと、まあ、あと1つか。3つか、全部で。ちょっと横に歩いてみて。ないっすね。戻っちゃったね、こいつら。何回復してんだよ。何やってんだと。あ、また変わったね。ゲーマルク付近。多分最初の位置から右上あたりだよね。また変わったね。仲良く倒れてろ、お前らは。ギガバックナイス。あ、いっぱいになっちゃったね。ナイスね。おっつ、あつ、あつになっちゃう。もう回復しねえ。出たー、ガンダムバーサルシャドウ、バーサルシャドウ、460。何真似して連続攻撃してんだゴラーと。こっちはホンマモンのバーサルだぞ。よっしゃー、ペガサスの鎧。これ下の選択肢ありえねえだろ。取り替える。これ間違えたらやばいから、風邪薬を、はい。あっは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 
ちょっと待って待って、なんて言ってた、なんつってた今、なんか言った、なんか変わった、ちょ、一旦戻ってる感じ。これペガサス装備できない、ペガサス、アレックス装備できんの、おー、ユウも装備できないんですか、ペガサス。これかなり強いんですけど、116で、まあ、正直どうでもいいんだよね、もう誰が何装備してようが。これ一旦さ、闘志の斧、闘志の斧いらねえな、あれユニオン鎧もいらないよね、そうだよね、ちょっと一旦戻ってもいい、なんか言ってたよね、戻るのかな、ラクルアルバ、ちょ怖すぎる、ちょっと道具売る、懐かしいな、いやあのさ、荒れ地で今までとさ同じフィールド音だったけどさ、探してる時のさ、厳しさっていうの、なんか自分で見つけなくちゃいけない、なんか厳しい感じの音楽に聞こえたね。よし行こう。えで、なんかまたフラウとかに会えばいいの、止まるか、安い、最初の街安い、でも本当に本当にもう最後でしょう、さすがに最後だと思うんすよね。ムーア界、まあ魔界だよな、言っちゃえば。なんか言ってましたけどって、なんかジークジュンが言ってました。おお、なんかできてる、デデッデッ、デデッデッときた、通常戦闘でこの曲きた、もうこれボスじゃん、ボスに向かうやつじゃん、いいね、これいいっすね、 FF4 で言うとさ、なんだあれ、ベヒーモスが出てくるとこよ、ボスの曲で、いいね、あれテンション上がるよね、フェイスとか出てきてさ、こいつ強えな、こいつ強えな、うわー、こいつ粘るな、粘るな、こいつな、よっしゃー、ボケか、オッケー、ほら、ゼロゼロだ、もうこの野郎、これ一歩ごとに出るんじゃねえだろうなこれ一歩ごとに出るんじゃねえだろうな、いくらさ、この岩だからって言いやがって、ざけんな、マジでよ、やってやるよ、やってやるよ、オッケー、上等じゃ、どうしよう、上等上等、ほら上等じゃ、一つダメなら、一回でダメなら二回やればいい、二回ダメなら三回だと、それでもダメならもう一回、すべて投げ倒すまで、ほ
わ。なんでニューが普通に攻撃してるのかよくわかんないけど。メガファンで50か。くっそ、こいつだ。ツインはガンダムだけでいいか。じゃあギガパック持ってきてよかったな。まああとは特効薬があるのか。メガファンはどのぐらい使うんだ。今ニューの MP が109ね。9か。まあ使うな。あの回復のマディア、あれ結構使え、20いくつ使いましたよね。一回それでボス戦でやめましたからね、使うの。あれちょっとなかなか大きかったんで、なんか長期戦の時はねきついかなって。ただ今回人数がいるんでね、こっちは。ヴィルフィラはどうだろう。まあ、メガファンだなこいつらには。よし、この会心の一撃の後の通常攻撃が会心扱いが嬉しい。地味にギガパック1個持ってますよね確か。もう持ってなかったらちょっと最悪なんだけど。まあいっか。こいつらでちゃんとレベルが上がるように設定されてるのかね。ゼータとニューとダブルゼータが低いから、最低限ちょっとは強くしとけよっていうことなのかもしれんな。あ、でもこれめちゃめちゃバランスいいね。本当に最初から言ってるけど、まあもう最後になっちゃうと、なんかアレックスとゼータとダブルゼータ攻撃軍団の違いがよくもうわからない。あの区別があんまり、区別はつくけど、なんか突出したなんか違いってのは出てこなくなっちゃうけど、まあ、全員平均的な、ね、能力持ってて、よく言うと本当に悪いとこが目立たないからいいね。なんかほら、行動が遅いとかってのがさ、あんまり目に見えないからいい。なんだったら遅くてもまあ問題ないみたいな。で、多分上に建物が見えてたので、そこがおそらくもうラストダンジョンでしょう。おい、ほら、よく来たなガンダムたちよ。だが残念なことに、お前たちはティターンの的に入ることはできん。ここで私に殺されるのだ。は？ジオンズ誰だ。ビグザム。いや、おめえもいたな、確かに。ファンネル出た。わあ、ゼータ食らうな。
スラッシュすごいなこれ。あやばい、これ呪いは何もできない。うわあ、呪いが混乱になった。よし、呪いは解けるのかな。ニューがレベルアップ。あ、さらに魔法を覚えた。なかなかやるな。どっからどっから。お前たちの力を見くびりすぎたようだ。では私も本気を出さねばなるまい。今度こそ本当の最後だ。やかましいわ、やかまい。うわ、呪いそのまんまか。うわ、勝って、これは効率悪いな。一斉は、なんかリカバー、ホーリーか、ホーリーだな多分。おっしゃー、ナイス。これですよ。これですよ、ね、だいたいなんとなくホーリーかなみたいな聖なるね、あれだから。よし、メガバズだ、メガバズ来た。この野郎、うお、炎かぼした。ガンダム頼みだなもはやこれ。メガバズ62、おいしさおいしさ。ちょっと取っとこうか。これすごい、ボスラッシュすごいな。ここ入ってまたあるんじゃねえのみたいな。うわあ、こいつやるな。 HP やろうか。連続攻撃2回行動だったらこいつもっと強かったな。だがね、こっちもね、戦うごとに強くなっていきますから。うわうわ、やるなあこいつ、やるなあこいつ。暴行に耐えに耐えてるからねこれ。悪魔の剣やら吸血の剣やらでザックザク切られて、でガンダムの連続攻撃でしょ。もはやか、なんか肉がもうねえぞと、切るところがもうねえぞぐらい切ってるからね。よっしゃー、うえー、ナイス。魔獣の鎧、お、てーんてーんてーんなった。ん、今何か聞こえなかったか。てーんてーんが聞こえたよ。フラウの声、バーサル、アムロ頑張って、アレックス必ず勝って、ゼータさん、ダブルゼータ、ユーゼン、平和を。フラウ姫の、カミー王子やユイリー姫の声も、ズラドアガの平和を願う人々の思いがガンダムたちの心に響き渡った。ガンダムたちは完全に回復した。よし、みんな、これが最後の戦いだ。おー、ということでマジでラストダンジョン戻れないパターンですね。全滅したらどうなんだっていうね、話がありますけれども、はい、では次回は最後になると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。